アルゼンチンの地方。空女地方はオレンジ色の地域。空女はアルゼンチンの中西部にある地域名である。ワインの生産が盛んな山岳地域である。歴史的にはサンフアン州、サン・ルイス州、メンドーサ州の3州からなるが、現代ではラ・リオハ州も含めた4州が新空女と呼ばれる。新空女は政治的、経済的なマクロ単位であるが、 文化的には、ラリオハ州は、空所ではなく北西部の一部分である。メンドーサ州のアトエルガは、空所にはアルゼンチンで、最も人気のある、観光地のいくつかや、南米大陸最高峰のアコンカグアを含む、アンデス山脈の山々、イスチグアラスト州立公園などがある。土壌は乾燥して、赤みを帯び、何本かの河川が地域を横切っている。 河川のほとんどは山々に降った雪下水が流れ、春季には大幅に水量が増加する。デサグアデーロ川は、ベルメホ川、ビンチーナ川、サラド川の水を集め、コロラド川に達する。この地方特産のワイン醸造所地域の主要な経済活動の一つに、ブドウ栽培がある。空襲地域で生産されるワインは、アルゼンチン全体の80%に及び、この地域のワインは、 世界中で高く評価されている。オリーブ、ジャガイモ、トマト、果物なども生産し、菓子や保存食品なども製造している。採石業や石油開発もまた重要な産業の一つである。空所地域の町は植民地時代の低層住宅や教会、狭い通りを特徴とし、近代的な街並みを持つ主要都市とは対照的である。 1939年、空女地域で最も重要な高等教育機関である、国立空女大学が設立された。メインキャンパスは面倒さにあるが、空女地域外のリオネグロ州にも、学部を構えている。ラスレニャス空女地域は、ネイチャーツーリズムが重要な収入源であり、アコンカグア、国民武道収穫祭、ラスレニャス、ニャクニャン生物保護区、イスチグアラスト、 タランパや自然公園群などのような観光地には多くの観光客が訪れる。2001年の国勢調査による空除地域各州の人口、面積、人口密度は以下の通りである。空除全体の人口は約286万人であり、アルゼンチン全体の人口の7.8%である。空除全体の面積は 約40万平方キロメートルであり、アルゼンチン全体の面積の14%である。空所内で人口が最も多い州は面倒差州であり、空所全体の約55%を占める。ありがとうございます。